爆発してしまうんでね、続き2ですね。先のことは、知ってても情報をこちらに伝送してくれないわけですね。で、危ないから当然ですね。で、特許とか発明とかいうのはもう人間のものよりかもう全然進んでるんで、ただ人間の学っていうのは1ミリまでの高さまで進んでるんですね。ロケット開発とかコンピューターとか人間たちが作ってね、いるわけですよね。で、エスコートはしてますけど、私がね、大事なんでということでやってますけども、人間たちが作れてるわけですね。で、自分たちの体も作ってるんで、そこまでは作れるわけですよ。機械にしてもね。自分の体、ね、成長して、人間たちは生まれて、来れるわけですね。男と女でね。だから、機械も同じようにそういうものを、同じ能力のものを作れるわけです。頑張ればね。何でもそうなんですね。自分たち作ってるんだから。ね、澄んだ体を作ってるんですからね。で、作れるんですよ。まずそれはよくは分かってるんですけど、何が足りないかというと、能力で、脳ですね。それと、間違ったことじゃないことですね。あと、人間だけで生きているわけじゃないんで、宇宙全体で生きてますから、もっともっと、多いわけです、生物は。人間だけじゃないんです。だから生物は宇宙生物とね、関連して生きないといけないんですね。無数にもっと多い生物ですね。で、それと摩擦が起きないかとかですね、いろいろ注意しないといけないことがまだ人間には分かりませんから、また現実的なことはまだ聞けませんから、というのは現実を聞いても対策取れないからね、まで通りの人間のね、歴史はちょっと生き方ですね、生き方というか健康力とかね、生き方でしょうかね、は変えられないんですね。で、あと、そうですね、生き返られる装置を発明したら、やっぱり宇宙生物に許可取らないと、前もって作れないわけですね。悪い生物だったらね、困りますでしょ。だからそこら辺は、そういうとこまで問題があるんだよということか、こういう現実的なことはまだ人間たちは分からないわけですね。で、まあ人間たちは頑張るんですよね。で、話したり聞いたりすることって人間たちできないんですよ。人間全員でもね、脳波使ったり頭使ったりして、話したり、ね、聞いたりするんだけど、長く見ると無能なんですね。だから宇宙生物に人間たちは上のね、頭のいい、まあ単生物でもね、無数に多いと人間よりか頭良くなるんですよ、生物はね。で、それかまたは上の生物ね、頭を聞いてね、動くんだけども、都合悪いと人間は変えちゃうんですね。だから約束契約は守んないわけです。だからそれはどうしようかというようなことはあるわけですね。合わせてると、宇宙生物の頭のいいで仕事の仕方とか生き方ですね、今は合わせてるけどもね、これ都合が悪いと、自分たちだけ都合が悪い時はね、対策自分たちで責任取らない、ね、もうやめちゃうわけですね。やっぱり逆のことしたりとかね、そういうことをするんで、またぶち壊しちゃうね。
それが非常に問題はあるんですね。だから話したり聞いたりすることできないから、人間単体ではね。だからじゃあ結局無能になってしまうわけですね。しかしその現実を見るまでね、勉強しないといけないんですけども、いつ立ち上がるかですよね、人間たちはね。まだ1億年以上かかると思うんですね。で、1億年だからそんな簡単なことではないんです。で、それに現実を伝えてもらえるとかね、動けると、対策が取れると、頑張れるというとこまで勉強していただくわけですね、人間たちがね。まあ、そういうのが人間ですね、今現在のね。生物が殺されたら死にますけど、生物の寿命はね、無制限ということは存在するんですね。まあ現在私も無理な摂関という生き返る装置がないんで、無理な状態で早く研究開発でね、作らないといけないという非常に大変な時なんですね。漂流したとか無人島に行ったどころじゃないんです、私の場合はね。まあ一から地球と太陽を育てて作ってますけども、それどころじゃないんです。漂流してるどころじゃないんですね、現在ね。命取られましたから戻さないといけないわけですね。昔の情報を集めて、自分の情報をね、復元しないといけないわけです。で、まあ子供みたいな感じで生まれていくわけですけどね。殺されちゃったら殺されてますから、同じまで戻さないといけないということですね。で、私の場合は知能が発達してたんで、人間たちのように仲間とか複数でね、組んだりとか、自分の子供、同じ子供を産むことができないんです。